はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録かと高評価とボタンよろしくお願いします。はい、今日本日なんだ、いつもとなんかちょっとね声が違うというか、はい、そう思われた方、現在朝の3時です。時間ですね。もう声が出ないっす、この時間になると。しかもあと3時間後ぐらいにゴルフ行くんで、さっさと撮影しないと寝る時間がないという、そんな状況で撮影しております。そしてですね、ツイッターでちらっと書いたんですけど、はい、ミシック到達しましたんで、今日はランク戦でね、デッキ紹介していこうかなと思います。ランク戦で勝てるのかな。しつこいハンデスっていうデッキ作ってみましたんで、これやっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ行きます。7枚でキープ。あれと思ったけど全然クリーチャーいないんだな、これやってしまったか。ターン終了。お相手はボロスアグロかな。お、いいですね。さあ引き釣り目を出してターン終了。とりあえずハンデスしていきたいところですけどね。さあ引き釣り目でブロック。はい、村の儀式。環境価格かな。一応出す。さあよろめく回避。ターン終了。似合うかな。さあ故郷の野心か。さあブロック。さあ命取りの論争で、とりあえず野心家はでも倒しとくか。救出専門家で引き釣り目でやっていきます。ターン終了。そぼろ聖戦士に追放されて、さあブロック。さあ村の儀式。朝の乾き。救出専門家。引き釣り目持ってきます。ターン終了。
さあ、乱動の噴火、まあこれは仕方ないか。さあ、有望なシーン。パワーワードキルいきましょう。さあ、ブロック。ターン終了。まあじっくり行きましょう。さあ、中央と敵対者が来て、有望な信徒が来る。これでいいんじゃないかな。さあ、マイナス1修正で、マスコット展示会。さあ、マスコット展示会行きましょう。ハンデスデッキなんですけど、ハンデスカード1枚も引かないですね。あ、本体に3点。さあ、どうする、どうしましょうか。さあ、救出専門家で引き釣り目。さあ、3体でアタック。ターン終了。さあ、命取りの論争。ハンデス引かないですね。ノーサの渇きとマスコット展示会。スタート。ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。もう1枚とりあえず沼と引き釣り目か、そこら辺引いてほしいところではありますけど。
さあ、土地を出してターン終了。ん？なんだろう、なんかで止まってる。相手？相手でも何もできないよね、今。なんだろう。おお、これはめっちゃいい。さあ、向こうはルーンか。土地来てくれたのはいいんですけども、ひたすらハンド攻撃。さあアタック。さあ殴ってきてほしい。殴っては来ない。ターン終了。さあブロック。さあ魔の儀式。あ、環境科学。公営の工作出して次やって、引き釣り目と習得の熟練士。さあハンドをどんどん削っていきたいけど、ハンドが向こうなくなっちゃったね。さあブロック。これで1枚ドローになるんで、とりあえずハンドは復活した。さあ救出の専門家。さあ習得の熟練者。
はい、引き釣り目に、よろめく貝。最低だと。マスコット展示だ。ターン終了。もう結構やばいの出たな。まあ2体でアタック。ターン終了。まあそいつは別にどうでもいいか。海の熟達。サブロック。サイノシトリの論争。サダック。ターン終了。もう44も殴っちゃってもよかったかな。まあブロックしない。さあ無駄な儀式。さあどうする。アタック。
さあターン終了。さあ無常の神、ちょっとあれだね。ここはもうフルパンでいいか。さあアタック。これで次飛行クリーチャーが通れば勝ちですね。さあこれで勝ちかな。さあアタック。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。さあ引き釣り目からいきますか。さあアタック。ターン終了。さあ村の儀式。さあ環境科学で沼持ってきます。相手のハンド潰しに行きましょうか。習得の熟練士。さあ攻撃しない。さあブロック。難しいなこれ。さあケイヤで追放しますか。
ターン終了。地味にこれ一点痛いぞ。そう来るか。さあ知能差の乾き、これでだいぶ楽になりましたね。ターン終了。プレーンゾーカーへの1点がなんか痛いな。さあ救出専門家、さあハンド捨てていただいて、こっちかな。さあ知能差の乾き、引き釣り目で殴っていこう。さあ熊野とケイヤの対決。悪意の熟達。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。しつこい班ですということで、ちょっとオープニングでね、あのデッキ紹介入れるの忘れてたんですけども、はい、8枚入ってるハンデスクリーチャー、古木場の信奉者と習得の熟練者、まあ、これをね、なんだかんだ使い回すと。はい、次当て4枚、救出専門家4枚と、まあ、こいつらでね、使い回していきながら、さらに軽野でも使い回すと。で、相手のハンド0で消耗戦に持ち込んで、なんとか勝つと。まあ、最終はね、マスコット展示会ですね。まあ、ここら辺で。物量で押し切るという感じのデッキなんですけど、結構ミシック隊今ランク戦やりましたけど、いい感じに戦えてたんで、まあまあ、うん、いけるんじゃないかなと思います。割とね、ボロスサークルとかに強いっていうか、今んとこやってる感じでは戦いやすいんじゃないかなと思ってて、うん、そこら辺と相性いいのは勝率的にはいいんじゃないかなと思うんですけど、まあまだ作ったばっかりなんでね、ちょっと改良の余地はありますけど、はい、ハンデス好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。